吉田さん、堀江さんからね、質問の回答を導き出すのには、ある程度の前提は必要ですよね。要するに、首根っこを捕まえておくっていうんですか。確かにね、メールマガジン、私、創刊から取ってるんで、質問はね、何回かしたことあるんですけども、答えは丁寧でした。でも、オープンの場で質問すると、他の質問者へのね、見せしめ目はあるのかもしれませんけども、ぶっきらぼうにならざるを得ないかなっていうところと、あと、結局そういうことを繰り返さないと、似たような意味のない質問が飛んでくるから嫌なんでしょうね。まあけど、なんて言いますかね。堀江さんには意味がないかもしれないけども、僕には意味があると思うんで、それは、堀江さんからの回答を加味して、意味を見出したいと思いますみたいな。まあ、考えてみればいろいろと抜け穴あったのかもしれません。さあそこでですね、今度はちょっと話題を平和公園の記念写真っていうところに切り替えてですね。確かに、お祈りを捧げる。それ自体を否定するつもりはありませんが、感情論抜きでね、シンプルに理屈で考えてみたいと思いますけども、70年以上経った戦争の爪痕、思いを馳せるのは感情的には私は同調するところなんですけども、理屈で言うとね、そんなことして何か意味があるのかなっていうのは確かにそうなんですよ。でも死者に弔いの気持ちをね、表現する、そう言ったら解消がないような気がしますけども、逆にですね、じゃあなんで原爆で亡くなった方のことだけを祈るんですかと、ね、応仁の乱、京都に行った人ご存知だと思いますけども、応仁の乱があったのは京都中心部をとしたあの周辺ですよ。でも京都に観光旅行に行って応仁の乱で亡くなった多数の方々にお祈りをしたなんて例、あんま聞かないですよね。せいぜい武田信玄にね、山梨県に行った時に武田信玄の信玄神社にお参りするぐらいじゃないですか。ああやって名前を残した教科書に載ってそうな武将に対してはね、何らかのお祈りを捧げる方はまあ一部いるでしょう。でも言ってみれば500年とか1000年経ったら、多分プーチンさんになんかね、お祈り捧げる人も出てくるんじゃないですか。結局戦争で戦で名前を残した人って、それだけ多数の人の悲劇を生み出した加害者なわけなんですよね。じゃあなんで後世の人はその加害者をありがたがって神社を守ったり、お水を捧げたり、それを記念したお餅なんて作ったりするんでしょうね。だから理屈で言うと合わないことばかりなんですよ。そこに何らかの意味があるのかなと思ったりね。まあそこで、今回のね、話を引っ張って恐縮ですけども、堀江さんが何か意味あるんですかっていうふうに聞かれた時に、いやそうじゃなくてね、このやり取りをもとにランディングページ作りたいんですと、こんな質問したら堀江がブチ切れたみたいな、そんなキャッチコピーでランディングページ作って、で集客して商品売りたい、私は情報商材屋ですとか、ね、言っても面白いんじゃないですか。まあ小野立さんがなんか堀江さんと寿司を食う権利みたいなのね、10万円で買った時に寿司食いながらなんか話したと思うんですよ。その時にね、どんな塩対応されたのかってちょっと興味ありますよね。ちょっとあれ小野立さんに聞いてみましょうか。今回こんなことがあったんだけどどうでしたみたいな、その時どうでした、塩対応でしたかとかね。で堀江さんと小野田さんが一緒に記念写真撮ってるところをね、 Facebook なんかに小野田さん上げてましたけども、あれを元にプロモーションしないんですかとかね、まあ禁じられてたと思いますけども、まあちなみにご指摘の通りに堀江さんと私はね、誕生日こその1週間ぐらいしか違わない、まあ、同級生っていうか同い年なんですよ。たまたま昭和47年にお互い生まれたんですけども、ここまで人生変わるかなってことですよね。でも人生交換したいかっていうと全然交換したくないんですよ。まああの堀江さんは堀江さんで羨ましいところあると思うんですけども、いや私の人生も羨ましいですからね。自分一人が自分の人生羨ましがってるんですけども、やっぱね、なんかこう自分の好きな人と結婚して毎日暮らせるのって、それ以上にも求めるもんないですよね。もう私なんかこの、あの、愛戦士ですからね。もう好きな女のために生きていくみたいなことが美学ですから。あとは全部付け足しなんですよ。だから人生は手段っていうのはちょっと似てるんですよね。なんかその、若い頃はね、一人でも多くの女性に幸せを届けたいとかね、キザなこと言ってましたけども、あ、一人の人のために生きるのもなんか、かっこいいなとかね。それから一つの自分の、自分にこう、寄り添うね、家庭っていう単位を、どこまで、大切にできるかなとかね、世界一の、世界一っていう順番はないにしてもね、
あ、俺なんか結構この自分の家族のために生きてきたなって思えるようなね、人生ぐらいはデザインできるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、あの途中でね、討ち死にするかもしれませんけど、まあその時でもね、なんかこう、なんていうのかな、なんか己のために生きたようであって、己のために生きてくれた人のために生きたみたいなね、こんな感じだとその速稼塾のメッセージも伝わりやすいんじゃないですか。提供と感謝と言いますかね。だから全部がその手段ですよね。人生も手段なら、自分の命も手段なら、自分の趣味思考も手段ですよね。そういったものを使って、あのただ一点をこう目指すんじゃないかなというふうな感じですかね。まあ、まともにあんまりこんなことを考えるとね、なんかこう袋小路になっちゃうんですけども、まあ、でも堀江さんがね、人生は手段ですよっていうふうなのはなかなか面白い解釈ですよね。人生に意味なんてね、目的なんてね、全部手段だみたいな。自分の人生を使って、自分の命を使って、自分のリスクを使ってあらゆるものに挑んでいく、うん、で、あの車の運転に関してはね、堀江さんはね、なんかその逮捕される危険があるとかね、事故をするリスクがあるとか言うんですよね。うん、確かになと思うんですけども、金持ちは自分で運転しないんですよ。だから与沢翼さん自分で運転するのが好きみたいですけどね。私もどっちかっていうと、そのなんか乗ってる自分に酔いしれるみたいなのがあったり、あとはね、所有してる喜びっていうのがまだあるんですよ。それはなんかね、あのミニマリストとは全然縁遠い話なんですけども、今はそう、何、所有する喜びってのありますよね。持ってるだけとかね、それこそ預金残高があると嬉しいとかありますしね。でそういう瞬間も人にはあって、ずっとじゃないかもしれないけども、結局はそういうふうな短期的な目先の欲望を入れ替えすげ替えやってきてるのかなと。それでたまたま長い付き合いのなんか欲望とか喜びってのがたまに残るんですよね。だからそれがなんかこう家族なんじゃないかなと思うんですけど、だからね、なくなってもいいやっていうふうに振り切ることはなかなかできないのが、そういったところが、まああとはね、その実際の家族ができる前に速稼塾っていうバーチャルな家族を作ってしまったという、まあこの責任感と義務感があるんで、ここはこれで大切に育んでいきたいなと、あ、ちなみにね、 FX のね、あのスーパークラスをちょっと今作ってるんですけどね、これここまで来たかって感じです。もうタイトルは FX オリガルヒという、 FX で新興財閥になろうぜみたいな、50代10年をかけたプランになると思います。吉田さんがね、あの40歳から投資を始めるって言ってましたけども、私も同じタイミングで別のフェーズに行きますよ。この投資家を育てるみたいな、まあ、暗号通貨はね、ダメですけどね。あんな、あれはちょっとダメだな。あれはダメだな。やってきたから分かるんですけども、あれで金持ちになれる人はいないですね。もう今金持ちになった人はそれでもう OK なんですけども、これからはちょっと難しいんじゃないかなと。あ、ちなみに与沢翼さんと吉谷さんって同い年ですね。うん、なかなか面白いな。久住敦史だけ誰とも同い年じゃないというね。あいつの名前は出すなって言われそうですけども。はい、じゃあ、またお会いしましょう。いってらっしゃい。